ルッカ県は、イタリア共和国トスカーナ州に属する県の一つ。県とはルッカ。トスカーナ州の北西部に位置する県で、南西で、テレニア海に面し、北にエミリアロマーニャ州と接する。県とルッカは、ピサの北西約1 5トルピストイアの西南西約3 5トル州とフィレンツェの西北西約6 1トル ラスペツヤの南東約6 1トルの距離にある。隣接する県は以下の通り。ルッカ県の地域区分ガーファグナナメディアバジェデルサーキオバーシリアピアナディルッカ2001年の国勢調査に基づく居住地区別人口統計によれば人口1万人以上の都市、集落は以下の通り。うちは所属コムーネ名を示すが都市名と同一の場合は省いた。 南部のルッカ周辺は、ピアーナデルッカあるいは、ルッケージアと呼ばれ、カパンノリもこの地域に含まれる。沿岸部は、ベルシリアと呼ばれ、ビアレッジョ、カマヨーレ、ピエトラサンタはこの地域にある。中部から東部にかけてのセルキオ川中流域はメディア、バルレデルセルキオと呼ばれ、中心都市はバルガである。北部は、ガルファニャーナと呼ばれ、中心都市はカステルヌオーボディガルファニャーナである。 21世紀に入って以降以下のコムネ等配合が行われている。ありがとうございます。